全国の皆さん、こんにちは。それでは令和2年度の行政書試験合格者インタビュー始めていきましょう。今回は大阪からお越しいただきました柴克弘さんです。お願いします。はい、お願いします。さあ、柴さん、まずそもそも行政書試験受けようかなと思ったきっかけからよろしいでしょうか。はい、まあ、簡単に申しますと、まあ、どう言いますかね、まあ、だか農地のですね、まあ、だか農心会場ですかね、まあまあ、そこらを主にした、まあ、だか農地転用ですよ、簡単に言ったら、農地転用の業務をやってみたいというふうに考えたということなんですけど、で、まあ、そのきっかけなんですけどね、その農地転用をやってみたいというきっかけは、この行政書士の試験がどんなに難しいかということで、ちょっとこうペラペラっとちょっとめくってたんですよ、過去問を。そしたらですね、記述式のところでちょっとびっくりするような記述がありましてね、はい、どうですかね、だから農地法の4条の解除だったと思うんですけど、僕らの感覚ではですね、どっちか言ったらその、まあ、経由機関である農業委員会、もうそこで止まってしまうというのはもう常識のようになってたんですよ。それがなんと問題にそれは違うんだと、県のどっちかというと不作為を追及できると、もうそこでびっくりしまして、これはこういうことができるんだったら一から法律を勉強すればどうにでもなるんじゃないかなと。なるほど。これまではもう本当農業委員会で全部止まってたのが、いや、これは風穴が開くなというふうに考えて、これなら勉強してみようというふうに考えたのがきっかけです。なるほど。もう本当に実地のご自身 の、 その仕事に活かせるんじゃないかということでやられようと思ったんですね。そうですね。なるほど。で、アガルトアカデミーをいよいよじゃあ受講されるということなんですが、はい、これきっかけっていうのはどういうところにあるんですか。まあ、やっぱり簡単に言うと本当に豊村さんに惚れたというか、はい、もう熱い授業ですね。ああ熱い講義に惚れたという、はいはい、なるほど、そういうことなんですね。で、ちょっと先々の話でちょっと恐縮ですけれども、ゼミを受講してたんだけど、ちょっと音声悪かったんですかね。最初ですね、最初の1回目2回目ぐらいだったんですかね、はい、あとは大丈夫でした。はい、まあ、全然あと大丈夫、まあ、ただ大丈夫やったんですけど、どうですかね、だから共に受けられてる方々、はい、受講生の方々の、ちょっと音声はやっぱ聞き取りにくかった。ああ、そこにいる人たちの音声ですね。やっぱり対面で話されてるんで、うん、逆に答えてる内容を聞きたかったんですけど、ちょっとそこはちょっと難しかったなと。そういうことなんですね。はい、いう感じです。で、この演習総合カリキュラムってことなんですが、どのあたりから学習始められたんですかね、この演習自体は。実はあれ12月に豊村さんが大阪に来られた時に、はいはいはい、行きました行きました、はいはい、あの時に即お会いして、はい、暑さを感じてすぐ申し込んだんですよ、はい、ですぐ始めた記憶があります。ただし、ちょっとね、時間が取れなかったんで、もうですかね、週にまあ10時間ぐらいずつ最初はちょっとやってる感じで。なるほど。はい、まあ、本格的にやりましたも6ヶ月ぐらい前からですね。なるほどなるほど、はい、でもまあ一応10その冬の頃からコツコツとはやっていってたんですね。はい、そうです。まあ、だからお聞きしてた夏ぐらいまでに2回転は言うのはほぼほぼできたんじゃないかな。ああ、じゃあもう、まあ、ただどっちか言ったら、ね、問題の方は確実に2回転したと思うんですが、うんうん、講義の方はそこまでは完璧じゃないかなというふうに思います。まあ、だからその問題は2回転して、講義の方もインプットはそこそこ聞けたんだぞと。まあ、そうですね。まあ、その問題でどうしてもわからんところなんかは聞いていったんじゃないか。あ、なるほど。だからまあ1回転半ですかね、講義の方は。まあ、皆さん意外とそういう感じですよね、講義のインプットの方は。なるほど。で、そうするとじゃあその最後の半年はかなりがっつりと、時間の取れる限りは、ということでやりました。なんかどの辺こう工夫されました、時間を取っていく。いや、これはですね、もう途中でやってて、民法はもうなんぼやっても私らのレベルじゃ、まあ 60% 取れたらいいとこだろうなと。しかし、同じ 60% の勉強時間だったら、行政法だったら全然9割取れるなと。で、実際本当に9割取れたんですけどね。しかし勉強時間で考えたら、民法の6割取れる勉強時間より実際は行政法の方が少なかったなと。なるほどなるほど。これ民法はまあそういう試験だという思い込みで、まあ、民法は科目的にそうですよね、もうそういうふうな感じでやった方が僕は良かったなと、まあ、自分のは正解だったなと、まあ、実際本当に民法は期日も足して約6割76点満点中44点ぐらいしか取れてないなというようなところです。まあ、そこがまあ正解だったなと、最後は正解だったなと。そこやっぱメリハリつけたのが勝因といえば勝因ですよね。そうですね。行政法は割と暗記科目になりますもんね。はい、まあ、それとね、合格してからやっぱ使えるいうのがあったんで、ああ、なるほど、行政とのですからね、やっぱ行政法モチベーションが。そうです。もう特にそこが知りたくて知りたくてやったんですから、そうなるほど、逆に、まあ、ちょっと試験に関係ないこともちょっとやったかもしれません。はい、はい、
面白かったですか、行政法は。あ、もう全然。面白かったですね。はい、もう全然面白かったです。今日なんかお持ちいただいてるのはそれは何ですか。いや、これはあのテストのですね、まあ、あの聞いとった通り、あの、あれですよ。アガルトさんにはあのだから模試がなかったんで、はいはい、はい、あのレックさんの模試、ああ模試の結果なんですね、はい、あの6回やりましてね、はい、でここでまあこれぐらいの点取ったらいいんだろうということでやったんですが、やっぱりあの最後の公開模試んですかね、あそこで言ったら公開模試というのとファイナル、うんうん、やはり点はです、悪かったです。でもこの3つはもうね、今後の方のためにもですけど、やっぱり悪いのが当たり前で、うん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 、いいですか、ちょっと拝見して、はい、そんな感じでいいんじゃないかなと思ってます。あ、なるほど、レックの模試ですよね、これ。そうです。なるほど、レックの模試を1、2、だから全部やりましたんで、6回やりました。6回ですね、はい、なるほど、なるほど、受けられたってことです。これはあれですか、会場で受けられたんですか。いや、はい、会場で。もうこれはやっぱりですね、タル試合ということで会場に行って、はい、しました。あ、去年はやってたんですね、あの状況で、はい、会場でも。あ、もうやってましたね。あ、そうなんですね。はい、あの京都校まで行って。うん、あ、京都校まで、はい。なるほど、なるほど、はい。どうですか、この模擬試験受けられたその実感とか役割っていうのは。いや、あのレックの模試は僕はいいと思います。うん、はい、やっぱ受けた方がいいかなと、はい、うん、あの特にあの公開模試から以降はちょっと問題のね、あの目に入るようなちょっとあるかもしれませんけど、大体あそこで取れる点は大体本番でも取れるんじゃないかなと、うん、なるほどなるほど。ただし問題はあの一般知識に関してはちょっと難しすぎます、うんうん、あ、そうなんですね、うん、だからあそこで点が取れなかったも大丈夫だということで、僕はもうそういうふうに腹くくって、うん、実際一般知識は足蹴りに2回も引っかかってるんですよ。あ、これもしてですよね、はい、もうでもそれでもいいわと、これはこんなもんだというふうにやって、うん、でもやっぱりそれがまあ現在のですね、うん、まあ、前回から今回のだから一般知識はやはり点が取りやすいということもありますんでね、うん、まあそんなんで十分やったなと。なるほど、なるほど、はい、割とこういい感じのメリハリがね、行政法民法のメリハリだったり、そうです、一般知識はもうこのぐらいでいいだろうっていうメリハリだったりっていうのがいいですよ、ね、そうですね、もう一般知識は点が取れないからってそれずっとしよったらもう絶対、あ、なるほど、なるほど、もう大変なことになったというふうに思いますね。その時間のかけ方ですよね。そうです、なるほど、なるほど、非常にねうまいやり方じゃないかなと思うんですよね。さあ今日はね貴重なお話伺ってきたんですけれども、あちら あのカメラのですね、はい、向こうにはまさに同じく今年受験される方、はい、見てらっしゃいますけれども、はい、柴さんの方からですね、ぜひ全国の皆さんに向けてメッセージをお願いします。はい、あの遠方の方ということでですね、ちょっと発信したいなというふうに思うんですが、もう全然このどう言いますか、ウェブ授業でも十分じゃないかなというふうに思います。本当にもうだからウェブをですね、もうあの真面目に真剣にもう最後までやればもう絶対大丈夫だというふうに思いますんで、まあ、最後まで、諦めずにとにかく頑張ってほしいなというふうに思います。はい、以上です。よろしいですか。はい、はい、というわけでですね、今回は大阪からお越しいただきました柴勝弘さん、貴重なお話伺いました。この度はおめでとうございました。はい、ありがとうございます。